東京マーケットワイドゲストをお迎えいたしました。ジャスダック上場です。証券コードが3633、 GMO ペパボ株式会社代表取締役社長佐藤健太郎さんです。よろしくお願いします。お願いします。マーケットでは結構 GMO ペパボさんのことをご存知の方多いと思うんですけども。あ、本当ですか。はい、ペパボって名前変ですよね。変じゃないですよ。変わってるじゃないですか。はい、これ由来はどこなんですか。もともとペーパーボーイ&コーという社名をやってまして、はい、で、まあ、我々 GMO インターネットグループのグループ会社でもあるんですけども、はい、まあ、GMO グループのグループ冠と、あとは、まあ、ペーパーボーイ&コーで長くなっちゃうんで、もともとペーパーボーって略されてみんな呼んでたので、なるほど、はい、GMO とペーパーボーつけたというところですね。もともとあったペーパーボーに GMO がついた。でペーパーボーってペーパーボーイ。そうです。ということですね。はい、これこだわりがあるんですか。もともと創業してた、まあ、前社長がですね、はい、新聞配達員してまして、はい、で、まあ、そこの気持ちを忘れないようにということで、まあ、その新聞配達員という意味のペーパーボーイというところからネーミングつけてます。はい、そして事業としてはホスティング、EC 支援、ハンドメイドと3つあります。はい、でこの企業理念のところがもっと面白くできる、でもっと面白いことにチャレンジするっていうことだと思うんですけども、はい、これ実践してきたってことですか。そうですね、まあ、例えばその我々の社名もそうなんですけど、はい、普通の人がつけない社名だったりとか、はい、あるいはまずサービスのネーミングだったりとかもそうですし、あとはこう我々が提供しているサービスであるとか働き方自体も面白いものを目指していきましょうという、はい、まあ、こういう考え方でその企業理念として掲げています。で例えばこのミッションではインターネットで可能性を広げる、つなげる広げるとありますけども、はい、例えば個人さんなんかがインターネットで、いろんなことを情報を発信する楽しさの拡大の一翼を担ってきたということでいいですか。そうですね、まあ、インターネットがこう黎明期からどんどんその一般層に広がっていく中で、その個人の人たちもやはりこうインターネットを使った情報発信とか自己表現っていうのをやりたいなという時に、はい、その我々がインフラであったりとかそのアプリケーションっていうのをですね提供することによって、はい、その人たちのこうやりたいことが実現できるような世界を作っていこうというところで、まあ、サービスを提供しています。ということは皆さんもっと面白くできるぜっていうメッセージになるわけですね。それぞれの事業を拝見していきますと、まずはそのホスティング事業のところのサービス、これもネーミングロリポップ、はい、まあ、キャンディーみたいな、まあ、意味なんですけど、まあ、十数年前にその個人の人たちが使うそのサーバーっていうのはなかなかなかったんですね。はい、で、まあ、女性であるとかその子供でもその自己表現ができるサーバーを提供しようというところで、はい、まあ、そういうネーミングとその価格帯でですねサービスを始めたというのがこのロリポップですね。ここのこだわりってその最初の時に学生さんとか女性にもホームページ作りなんかもやってほしい、はい、それサーバーないとダメだよね、そうですね、という話だったわけですよね。はい、で多分コンセプトはこれ価格安いじゃないですか、はい、だって月額100円からでしょ。そうです、そうです。ということはお小遣いで借りられるレンタルサーバーということで拡大していった。そうです。はい、ありがたかったでしょうね。はい、まあ、その当時ってブログとか SNS 自体はなかったので、その自分で何か発信するときでどうしてもサーバーを使わないといけないんですね。はい、ただそのサーバーってその法人向けのものしかなかったので、なのでその個人向けにも圧倒的なその世界観でこうやってみようというところで始めてますね。はい、でマニュアルそのものが結構分かりやすくて充実していた。はい、当時マニュアルがそもそも分からなくて、うん、ネットなんてサーバーなんてとても無理っていうのを解決してあげたっていうことですか。そうですね、本当に自分たちでもできるなっていうところの世界観を作ってあげようというところで、まあ、マニュアルも充実させて、はい、でそのいろんなそのアプリケーションも使えますよっていうところですね、まあ、我々がそのテクノロジーで解決してあげたというところですね。はい、ということはユーザーにとってみてはかなり世界が広がって面白くなった。そうですね、まあ、そこからいろんな人たちが情報発信をしていって、はい、多分今でこ そ, そのもう専業でそのウェブで何かをやってる人たちもですね、もともとそのロリポップを借りて、はい、インターネット の, その最初の設定になったっていう人たちが多いと思いますね。はい、スタートアップに寄与した。そうですね。で今でも契約件数が40万件。はい、これやっぱりずっと伸びてきてるってことですか。そうですね、まあ、今まで少しずつですけども積み上がってきたユーザーさんが40万人いらっしゃるというところですね。はい、そして2つ目のところに行きますと、 e コマース電子商取引の支援事業、はい、カラーミーショップ、これも名前のこだわりあるんですか。それぞれのやはりこう自分で作りたいお店の色をですね、はい、出してもらいたいなというところで、そのカラーを出してもらいたいなというところと、その自分のショップになれるのというところで、まあ、カラーミーショップというところで名付けてますね。
でこれはEC の開業支援と見ていいんでしょうか。そうですね、インターネットでその自分の EC サイトを持ちたいという方向けに、はい、その我々の提供するシステムを使っていただくと。で今まではその法人向けっていうのはあったんですけど、その個人の人だとか、まあ、中小の店舗さんが本当にその気軽に始めたいという時のためにその我々が安くで、はい、まあ、その自分なりのお店が作れるというところで出してますね。当然ながらこれってあれですよね、地方のクライアントも多いわけ。そうですね、ですよね。もう日本全国のユーザーさんに使っていただいてます、はい、だからそこから発信することのお手伝いはできていると。そうですね、はい、社長またこれ値段安いんですけど、月額833円からでむちゃくちゃ安くないですか。我々モールではないので、モールの形だとどうしても重量課金であったりとか、はい、その広告いろいろなものがあるんですけど、はい、我々その個人の人がまず始めてみたいという時のためのシステムとしてやってますので、まずは本当に導入しやすい価格帯でやってますね。初めの一歩踏み出しやすいですよね。そうですね、本当に気軽に始められると思います。それはやっぱりあれですか、社長、顧客心理になって考えてみた。自分たちがまずやってみたいみたいなところですね、はい、追求してやってますから、まあ、そこでその高いものじゃなくて安いものの方がいいよねっていうところで考えてますね。そうですよ、いきなり月額30万とか言ったらどうしましょう。そうですよね、そういった意味ではスタートしやすいで、今件数としては42,000件、はい、これも拡大基調と。そうですね、もう希望的に言うとその楽天さんとかと同じぐらいの規模であると思いますね、はい、なるほど。でやっぱりこれシステムとしては分かりやすいシステムを目指したということでしょうか。そうですね、はい、圧倒的に使いやすさと、あとは それぞれのオリジナルのデザインで使えるようにというところで、はい、まあ、我々注力しておりますね。そして3つ目のところ、ハンドメイド事業における主力サービス、ミンネ、はい、これミンネはどういう意味ですか。これはなんとかしてみんねとか見てみんね買ってみんねなんですけど、そういうなんその方言というか。そうです、そうです、もともと我々その九州出身の会社なんで、はいはい、なんでその九州の方言にちなんでなんとかしてみんねっていうところが来てます、優しい響きですよね。そうすると、そうですね、はい、やってみませんかっていう、まあ、問いかけでもあるので、やってみんね、はい、っていうことで、ハンドメイドマーケットっていうことで見ていくと、これどういうものが対象になってくるんですか。例えば、アクセサリーとか、まあ、ピアスとかイヤリングとかネックレスだったりとか、はいはい、あとはお洋服ですね、あとは、まあ、例えば名刺入れとか通園通学のバッグだとか、はい、なんかいろいろその個人の人たちがご自宅で作れるようなものから、はい、本当に工房で作れるようなものまで、もういろんなものが提供されてますね。なるほど。ということは、まあ、作家数51万人この人たちがそれぞれの作品を956万点、はい、今のところ出してやられていると。そうです、いうことですね、はい、ご自宅で作ったものを、こういうハンドメイドで作ったものをできると、はい、これもなんか世界が近づくような感じしますよね。我々その EC サイトとかホームページとかやってたんですけども、はい、まあ、さらにその SNS が発展していって、本当にそのスマホもあるし、個人の人がみんなそのインターネットにつながって、はい、次に来るのでそのアナログでやってる人たちがインターネットで何かこうやりたいことを可能性を届けてあげようかなという時に、まあ、そのじゃあハンドメイドっていうか、まあ、手芸やってたりとかクラフトやってたりとか、そういう人たちのためのツールを提供しようというところで、まあ考えたのがこのミンネのサービスです、ね、つまりうずもれているものを世に出てくる可能性を出してあげたと、はい、いうことですね、はいはいはい、そして、業績面伸びてますよね。2015年からこのミンネの事業に投資を、まあ、積極的に始めまして、まあ、そこからですね、はい、そのミンネの、まあ、業績の方もですね、だいぶトップライン上がってきたというところですね。右肩上がりっていうのは想定をした通り、あるいはもっと行きたい、この辺はいかがですか。まあ、まだまだですね、もともとこのビジネス自体っていうのが伸びるであろうなと思ってましたので、はい、まだまだこう何ですかね、志半ばというところですかね、はい、ただあれですよね、このそれぞれの分野 その比率がいいですよね、うまい具合に。もともとまあそうですね、ホスティングから始まってましたので、はい、ホスティング全体だったんですけども、やはり EC とハンドメイドもですね、どんどん伸びてきてはいますね。そして、業績面堅調ということです。第一四半期時点で、まあ、非常にいい業績、今期も見通しは明るいですよね。そうですね、まあ、今期はミンネの事業 の、まあ、投資をですね、はい、ある程度抑えて、まあ、ちゃんと事業として採算性出せるようにというところでやってますので、まあ、その結果が出てきているかなというところです。コメントを見ると、過去最高の四半期売上高および営業利益を達成しました、はい、過去最高ということですね、はい、第四半期で。ハンドメイド事業の黒字化に伴う営業利益は倍増って、ものすごい成長率になってきますよ。そうですね、まあ、そこの部分は今までその投資してた部分を、まあ、今から回収しようというところなので、はい、まあ、この部分が出てきているかなというところですね。やっぱりクライアントのサポート、逆に言うとクライアントに支えられた部分ってのはやっぱ大きいですか。そうですね、やはりまあその個人を中心としたお客様に本当にたくさん使っていただいた結果がこの数字に表れているかなと思います、はい、それをもっともっとみんなに面白く楽しんでもらいたい、はい、っていう思いですよね、はい、で
加わってきたのがこのフリーランス向け金融支援事業、これはさっきの、ミンネなんかとちょっと絡んでくるでしょうか。そうですね、その我々が個人の人たちがインターネットで情報発信であるとか自己表現できた先にあるのって、はい、その個人の人たちが今度はその生業としていろんなことをやっていくと、はい、あとはその働き方改革であったりとかそのインターネットによってそのいろんな働き方とか、まあ、その事業が増えてきたので、そういう人たちに、まあ、その特にフリーランスの人たちに対してその我々のアセットを使った金融サービスができないかなというところで始めたのがこちらのフリーランスですね、はい、これだからあれですよね、あの物を作った方々にしてみると最後の決済までやるのはなんか面倒くさいよねっていうか、はい、煩わしいよねってあるじゃないですか、はい、そこをじゃあ代行してやってあげますよ、面倒見てあげましょうっていう話ですよね、はい、そうですね、あの本当にそのインターネットによって個人の人たちが自分の自宅でもできるようになったんだけれども、はい、逆にその会社に所属することがなくなったんで、その個人のキャッシュフローの心配というのも出てきたりとか、はい、あるいはやっぱりそのクライアント先のその信用であったりとかですね、そういったところの問題もあるので、じゃあそういったところも我々がこうカバーしてあげようというところで始めてますね。ということは入り口から出口までご一緒できますよねっていうモデルに変えてきたということですね、はいはい、見方によってはフィンテックみたいなところなんですかね。そうですね、まあ、インターネットとかあのそういった仕組みを使ったモデルですので、あのフィンテックに近いと思ってます。そしてそういう、まあ、作家の方々、作品を作る方々、はい、フリーランスっていう部分、これ今外部環境どんな感じで見ておいたらいいんですか。あの、まあ、人口自体はですね、まあ、増え続けているという状況と、やはりあの経済規模も増えてきているという背景があるので、はい、まあ、さらにここも増えてくるだろうなと。あとはまあ政府もあのやはりそのフリーランスの人たちに対して働き方改革の中で、もう少しその仕事の中でのですねトラブルであるとか問題も改正していかないといけないよねという認識があるので、はい、まあ、ここも整備されていくのではないかなというふうに思っています。ということはあの働き方改革の部分と、それから日本が進むべき方向でやっぱフリーランス人口もこれから増えていくよね、はい、専門家増えていくよねっていうふうに見れば、はい、御社にとっては世の流れはやっぱり追い風ですし経済規模も増えてくる、はい、ということですね、はい。株主還元のところはどんな感じで見たらいいですか。あの、まあ、我々あの配当成功 50% 以上というのを基本的な方針に掲げているんですけども、はい、まあ、あの我々あのそのミンネのサービス自体をですね投資するときにはちょっと、まあ、一回あのしゃがむようなところで、まあ、株主の皆様にもあのご心配かけたりとかもしてますけども、はい、ちゃんと結果出たときにはですねあのかん、まあ、株主還元をするというところは基本的な考え方として持っております、はい、優待はポイントとクーポン。そうですね、あの我々のサービスを使っていただく部分と、あとは、まあ、あのグループである GMO クリック証券 の、はい、あの取引のキャッシュバックもですねしております。ということで優待もついています、はい、配当成功 50% 超えてるってなかなかの配当成功そうですね、ですよね、はい、これどうですか、やっぱりその今のビジネスモデルってネットからスタートしてきてますけども、まあ、フィンテックまで絡めてきて令和の時代の会社っていうイメージがあるんですが、どうですか。そうなりたいなと思ってますね。そうですよね、はい、まあ、今の令和の時代にそぐった会社ということで、うん、最後に社長メッセージ一言投資家さんに頂戴できれば、はい、あの我々はやはりこうインターネットでいろんな人たちを面白くしていこうと、あるいはその世の中を面白くしていこうと思ってますので、まあ、そういったことをですねぜひあの一緒にあの、まあ、ユーザーさんとしてもそうですし、あの取り組めていけたらなと思ってますので、どうぞよろしくお願いします。今日はありがとうございました。ますますご活躍してください。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。